正直ゴルフとかの趣味は金がかかるからとか言ってる場合じゃないです。デスクの構築を始めて8ヶ月経過したデスクです。デスク制作は悪魔的沼でした。マジでお金がいくらあっても足りません。アイテム選びは迷宮です。何を選んでも正解した気になりません。すべて揃えるともうお金はかからない、そう言い聞かせていますが、一度も揃いません。私の動画で HHKB のレビューがチャンネル初期としてはプチバズりしていますが、 YouTube さん、これって脈ありですよね。約8ヶ月で選んだアイテム、コンセプトなどをまとめてお伝えしていきます。 Stay tuned。 はい、家活男子のすすめです。本日も動画のご視聴本当にありがとうございます。デスクで仕事をする上で必要なものって、デスク本体、PC、モニター、キーボード、マウス。最低限こんな感じですよね。リモートワークになって、カメラやマイク、スピーカーやイヤモニなどが増えました。それぞれこだわり出したら、やばい世界があります。お金が持ちません。8ヶ月である程度揃ってはきてますが、浅い沼で楽しんでおりますので、深い沼にお住まいの皆様はどうぞ温かい目で見ていただけると幸いです。このデスクにはまだ必要なものもありますが、冒頭で話した通り現状の構成を購入した順番も含めてお伝えしていきます。まずデスクです。これがないと始まりません。私はフレキシスポット E7 を選びました。電動昇降デスクです。デスクを上げ下げできます。主に集中力が切れてきたなってタイミングで立ちに移行します。こうすることで集中力が保てて、結果として生産性が上がります。デメリットは、普通のデスクなら 2,3 個買えるくらい高額ってところです。床に裸足で立つと足が痛くなるので、実際はこういうイケてないマットを使用しています。続いて天板です。天板は IKEA のカルビーを購入しました。この天板はキッチン用天板を流用しています。結構使っている方多いですが、この天板今年の2月頃から1万円以上値上げされていて、今の価格だとちょっと選べないかなと思っています。この天板の良さはむちゃくちゃ分厚いので頑丈ってところです。良くないところはあまりないですが、強いて言うなら手触りがザラザラってところぐらいですかね。モニターは過去に紹介していないですが、 HTC という台湾のメーカーです。これはドリキンさんという方のチャンネルで知りました。最近は 3440×1440 という解像度のウルトラワイドモニターも普及して、5万円台で買えるモニターは選択肢が増えてますが、私が購入した2020年はこの解像度で5万円台ってなかなかありませんでした。最近は 4K のモニターからの誘惑が半端ないですが、とりあえずこれであと1年は戦えそうです。 HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S です。説明不要の伝説のキーボードです。極上のキータッチと高速タイピング性能が究極のキーボードを構成しています。私はクラシックなホワイトカラーを選択しました。墨色も魅力的でしたが、ホワイトも素敵です。最近雪モデルも再販されて、また一段と HHKB ブームが来そうです。私が使用しているのは無刻印 US 配列です。キーボードのタイピング速度は在宅おっさんの人間性能が低すぎて本来の性能を発揮できていないと感じていますが、たまに高速入力に成功するとスコスコスコってスムーズに入力できて快感を感じれます。ギターとかピアノに並ぶ令和の在宅おっさんの心を和ますタイピング音はリラクゼーションアイテムです。最近キーボードの ASMR を聞くとリラクゼーション効果を感じております。コメント欄では HHKB は沼の入り口ですよと、沼の底から忠告がございましたが、マジで恐怖です。私が参考にしている理想の書斎作りさんとかも変態キーボードを購入されており、底の見えない沼の入り口に立っているんだと実感しました。これも紹介してませんが、 Mac を使用している時はマウスは使っていません。
マジックトラックパッド3をメインで使っています。ドラッグ&ドロップが苦手なこと以外はベターアタッチツールと組み合わせて使うことによってマウスを上回る使用感をゲットしました。デスクマット上で本体がたまに滑ってしまいますが不自由なく使えております。デスクマットは橋本技師製作所さんのフェルトデスクマットを使用しています。厚みもありキーボードで打鍵した際に無駄な音や振動を吸収してくれますので満足して使ってます。不満点はほぼありませんが、先ほど言ったようにマジックトラックパッドが滑るのが難点です。マイクとオーディオインターフェースです。マイクは SM7B というダイナミックマイクを使用しています。入力ゲインが足りないのでマイクプリアンプを装着して解決しています。これをつけるだけで2クリックはゲインを稼げるのでゲイン小さい問題は解決します。このマイクはゲイン問題を除いてデザインと性能が高い次元で融合していてマジでファンタスティックです。マイクも沼がありますので慎重に楽しみましょう。オーディオインターフェースは EVO4 を使っています。オートレベリング機能が魅力です。ボタンを3回押すだけで自動でゲイン調整してくれます。なんとなくですが毎回自動でやってくれたらいいのになぁと思ってます。なぜ毎回ボタンを押さないと調整しないのかあまり詳しくないので理由があるのでしょうが面倒だなぁって感じてます。このオーディオインターフェースはループバック機能もありますので実況配信などにも対応できます。仕事で使う Zoom などのビデオチャットアプリを使うときは EVO4 のアプリで PC のループバックの音量をゼロにしないと相手の声がループバックされて会議がえらいことになるのでご注意ください。 USB ドックです。 Mac をクラムシェルモードで使う際必須となるドックです。 MacBook Air にはサンダーボルトポートが2個しかありません。私の環境では最低でも SD リーダー、ハードディスク2台、オーディオインターフェース、充電ポート、モニターの HDMI、5ポートは必要になります。以前はバスパワーで動く安価な USB ハブを使ってましたが、これだけの機器をつなぐパワーは USB ハブにはないので、価格の割に所有感とかないですし、映えたりもしませんし、ないならないに越したことはない、そういう機械です。マジで値段と釣り合ってないです。モニタースピーカーです。これもアンカーです。数年前に7000円で購入しました。AUX でつなぐと音が途切れます。使い物になりません。Bluetooth でつなげば音の途切れはなくなりますが、今度は遅延があり、動画の編集などには使えません。結局イヤモニで編集するので後回しになっています。配線整理です。主に100円均一のアイテムでまとめています。フレキシスポットのアームにあるわずかな隙間にマジックテープを差し込み100円均一の網を固定。反対側はオニメナットでネジ穴を作りボルトと金具で固定。そこに電源アダプターやケーブル類を収納しています。見えるところにはケーブルスリーブを使ってまとめてみました。ケーブルをデスクに C クランプで固定しました。とりあえず今はこれで満足です。デスクチェアは Amazon で 1万5000円で購入した名もなき椅子です。フットレストが最高です。リクライニングも2段階固定できます。ランバーサポートもあります。今はこれで満足してます。以前はゲーミングチェアを使ってましたが、体的にはこちらのチェアの方が圧倒的に楽です。もっと良いチェアはたくさんありますが、お金も相当かかるので、一旦この椅子で行けるところまで行きます。まとめです。ご覧いただいた通り、例えばスピーカーやチェアなどいくつか手をつけてないエリアがありまだまだ投資が必要な状況ですが、仕事をする上で必要なものは揃った感じです。欲を言えば左手デバイスがあった方がもっと生産性上がるよねとか言い出したらキリがありませんよね。このデスクのテーマですが、仕事に必要なものをミニマルにまとめることを意識してアイテムを選んでいきました。毎日使うものは高くて良いものを、そしてロマンを感じるものをしっかり選ぶ。これが重要じゃないかなと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。次回の家活をお楽しみに。